それではこれから体を左右に倒すポーズを行っていきます。まずは足を大きく開いてください。そのぐらいね、大きく開きます。1メートルぐらいですかね。そして足、ね、親指の付け根を意識するためにまずこのままですね、足の指をこうやって上げてみましょう。そして下ろす。もう一回上げて、足の親指の付け根を意識してください。はい、下ろします。そしてまずね、膝を伸ばしてお尻引きしててね、下半身となる土台をしっかり立てましょう。はい、そのまま両手肩の高さに広げて、はい、それではゆっくり左手を上げて右手を下ろします。右手はね、右足に沿わせて、左手は耳の横で、くっつけてしまいましょう。そうですね。はい、吸って背筋伸ばして、はい、吐きながらぎゅーっと体を右に倒していきます。右手は滑らすように下ろして、左手はこの左手ね、指先までずっと意識を向けて伸ばしていきます。呼吸して余裕があれば上を見て、左手を後ろ引いて左の胸を天井に、しばらく呼吸してこうならないようにね、こうではなくて左手を後ろ引いて左胸を天井に。はい、それではゆっくり吸いながら戻ります。はい、このままいきます。吸って、はい、今度は右手が上、左手を下ろします。左手を、ね、左足に沿わせて、右手顔につけて大きく息を吸ってください。吐いてぎゅーっと体を今度は左に倒しましょう。ここでしばらく呼吸です。両足ね、最初に言った通り親指の付け根しっかり床を起こして、膝裏伸ばして、下半身を安定させておきます。もうしばらく呼吸。上の右手、しっかり指先まで伸ばしておいてください。はい、それではゆっくり戻していきましょう。はい、静かに両手を下ろします。足幅も閉じてください。それではね、これで体を左右に倒すポーズを終わります。もし、もう少し余裕があれば、今やったね、やりづらかった方、私は右とか、私は左とか、やりづらかった方をもう一度やってみてください。以上で終わります。ありがとうございます。